はい、皆さん、こんにちは。レクセニコーチの森山です。本日は、令和5年度、司法書士の本試験に、大学の在学中で合格した K さんの方にですね、その一発で受かった秘訣、それから、大学在学中にどうやって受かるのか、学業との両立をどうするのか、そんなあたりを聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。大学の何年生で合格しました？大学3年生で合格しました。2年生から始めて3年生で合格したってことですね。はい、そういう感じです。まあ、前、合格の報告のメールいただいたときに、もう先生目指して大学在学中に受かろうと思いましたって言いましたけれども、言ってくれてましたけれども、もう1年抜きましたね。私4年生の時なんで。そうですね。でもずっと憧れてましたので、はい、目標とする合格できてとても良かったと思います。はい、もう1年ね、先に受かって目標達成とかですね。はい。では、いろいろ聞いていきたいと思うんですけれども、もう大学2年生から始めたってことは、もう、その司法書士っていうものを知っていたわけですよね。いつぐらいから目指してました？そうですね。基本的に目指したのが大学2年生の時だったんですけど、司法書士っていうのを知ったのが中学3年生の頃だったので。中学3年生？そうです。早いですね。中学3年生どういうふうに知ったんですか？なんか将来の職業っていうのを調べてる中で、資料っていうのを初めて発見しまして、でそれでなんかいろいろ調べてる中で、司法書士っていうのを見つけて、と言いますか、司法っていうのにちょっと憧れがあったので、それでちょっと気になったって感じですね。あ、そうなんですね。そっか。中学生でね、なかなかみんなこういう真面目なね、仕事を知るっていうのはなかなかないですよね。すごいですね。で、それで、じゃあ、中学で知りましたと。で、大学1年生で始めたわけじゃないんですね。そうですね。1年生で始めるのも良かったと思うんですけど、自分はちょっと予備校選びに結構迷ってしまったので、それでまあ半年以上期間が空いてしまったので、で、ようやく決断したのが2年生になる春だったので、まあ、そこから勉強を始めた感じでした。あ、なるほど。2年生で始めたわけですが、で、そこでじゃあ、レックを選んでいただいたわけですよね。で、レック、どこが良かったですか？そうですね。まず、一番の決め手は、まあ、高い実績と言いますか、自分は一発合格にかなりこだわりがあったので、一発合格者が業界でも一番多いレックさんが、まあ、よかった。よかったと思って、はい、はい、選びました。はい。なんか、レック見てどう思いました？そうですね、なんか講師の人が全員とても個性的だと思いました。なんだ、全員個性的ってどういうことですか？ね、自分がレックを知ったのが、その根本先生の司法書士の紹介の講座だったんですけど、まあ、第一印象が、ものすごい、なんというか、本当に個性的な人で。でその後に他のレックの講師の人もいろいろ見たんですけど、まあ森山先生はじめとして、まあ、これまたすごい個性的な人ばっかだったので、こういう人たちのものだったら自分も最後まで勉強続けられるかなと思って、レック選びました。ありがとうございます。まあそうですね、私たちもまあこの講義をするにあたって、まあ皆さんに楽しく勉強してもらわなければいけませんから、いろいろね、そういうふうに、まあ個性的だって言ってもらえるのは本当に褒め言葉かなというふうに思いますけれども、それ大学2年生で始めましたと。で、私が知りたいのはその大学の勉強なんかもありますから、まああとはね、サークルとかバイトなんかもありますよね。ですからそのあたりとどう両立したかってことなんですけれども、じゃあ2年生から始めて講義を始めましたと。そのあたりはどんな生活でした？そうですね、2年生の前期は、まあ、ほぼ毎日授業があったので、あともうサークルとバイトもどちらもやっていましたので、平日はやっぱ午前、かなり時間が取れない状況で、まあ、家にいて勉強できる時間も2時間ぐらいから3時間ぐらいっていうのが限界でしたね。あ、その中でどうやって勉強してました？そうですね。まあ、基本的に家にいるときは講義を聞くのが精一杯だったんですけど、自分は大学がかなり遠かったので、その通学時間が、まあ、長かったので、そこで結構、通学時間を活かして勉強はしていました。で、電車の中で何やってました？電車の中では基本的に携帯司法書士の方をずっと何回も何回も繰り返してましたね。あ、なるほど。じゃあ、講義を聞き始めた時の勉強は、その講義を平日に聞いて、で、その行き帰りの電車の中で携帯司法書士をやってって感じですね。はい、そういう感じです。休日とかは勉強されたんですか？そうですね。休日も自分は一応土日ともバイトを入れてましたので、そうですね。まあ平日と同じく2時間、3時間ぐらい講義を聞いて、あとほんのちょっと1時間ぐらい携帯聴診を復習するっていうのが2年生では結構限界でしたね。あ、なるほど。まあそうですね。大学生だとやっぱり、まあその大学生の本文は、大学の勉強だったり、サークルだったりするので、まあそちらもしっかりやったというか、そちらで結構時間使ったってことですね。で、その隙間で、どうにか講義には食らいついてきたって感じですか？そうですね。自分は講義絶対遅れないっていうのを意識してましたので、まあ、最後まで講義は遅れることなく受講できました。はい、ありがとうございます。じゃあ、夏休みなんかに、こう、講義を追いつけた感じですか？そうですね。一応講義は追いつくことはできたんですけど、まあ、夏休みにちょっとゲームに結構ハマってしまいまして、昼夜逆転も起こしてしまったので。昼夜逆転。はい。
夏休みは、そうですね、あんまり勉強進まなかったですね。そうですね、私も大学生の時、やっぱりね、やっぱりなんか、遊んで深夜になっちゃったりとかしますから、そのあたりは、まあ、仕方がないというか、まあ、全部ね、勉強にやることはできないですもんね。はい、ありがとうございます。で、それで、2年の夏休みが終わって、まあ、どうにかゲームもしながらも講義には追いついてきたって感じですかね。そうですね。はい。で、後期なんかはどうでした？そうですね。自分は大学が遠かったので、後期からは、一人暮らしを始めたので、はいはい。それで家事とかにも、なおさら時間取られるようになって、結構、勉強時間確保しにくかったんですけど。家事とかあるんですか？そうですね。基本料理作ったりしたのが、まあ、結構孤独だったので、うん。まあいろいろ、なんか自分でできることを探してみて、うん、まあ料理にハマってしまったので。はいはい。何作ってたんですか？そうですね。まあ、初めの方は結構肉ばっかりだったんですけど、うん、まあ徐々に魚とか、あと煮物とか、できまって、うん、で、最終的には、時間がない日はカレーで、カレーいっぱい作って、1週間作り置きして、楽するみたいなことを頑張ってやってましたね。偉いっすね。ね、私なんか大学生の時、やっぱりもうなんか、ラーメンか牛丼ぐらいしか食ってなくて、食べてなかったんで、いや、本当にそれは健康的にも、ね、なんかね、いいなと思いますね。で、それで、まあそこでも時間使いながらも、やっぱりどうにか勉強はやっていたってことですよね。はい。で、その2年の後期ってあたりだと、会社法とかあたりだと思うんですけども、そのあたり勉強難しくなかったですか？そうですね。やっぱり一番難しかったと感じたのが、会社法と少量登記法だったので、うん、まあ、結構復習も大変だったんですけど、うん、まあ、それでもまあ理解は後からって感じで、まず覚えることを優先しちゃったので、うん、会社法は覚えるのが一番大事だっていうと、先生もおっしゃってましたので、うん、それも守り切ってしっかり覚える、暗記作業を徹底してやってました。あ、それはいいですね。やっぱりこう勉強始めると、やっぱり、理解してないから覚えられないって方がいますけれども、覚えてから理解するってこともあるし、やっぱり最終的には覚えてなければいけないので、しっかりどんどん暗記していく。それでこう進めていくってことが重要ですね。やっぱりそうじゃないと進まないですからね。で、しっかり講義を進めてきたって感じですかね。じゃあそのあたりの勉強のやり方っていうのを少しもう一度見ていきたいんですけれども、まず講義を聞いて、このブレイクスルーテキストの方で、まあ、講義を聞いたと。で、その後、ブレイクスルーテキストは使ってました？そうですね。基本的にブレイクスルーテキストは講義を聞いて、その後に復習でもう一回やったとこを復習するんですけど、うんうん、まあ、それ以外ではほとんどブレイクスルーテキストは使ってなかったですね。はい。携帯小書紙を使ってたところですね。そうですね。携帯小書紙の方をメインで使ってましたね。携帯小書紙の方にその講義で言った情報なんかもまとめていったって感じですかね。ですね。基本的に携帯小書紙の方に、はい、そうですね。情報を一元化して、携帯小書紙をとにかくずっと回すってことを意識しましたね。うん、ずっとってどういうことですか？そうですね。なんか講義で聞いて、その後一回やっただけじゃなくても数え切れないほどやるとか。あ、そうですね。次の授業まで、まあ自分通信だったんですけど、うん、日にちを決めて、次の授業がある時まではずっと携帯小書紙で同じ箇所を何回も何回もずっとやって、覚えるまでやるっていうのを徹底しました。あ、いいですね。覚えてまでやる。で、皆さんに見てほしいんですが、今回ね、携帯小書紙を持ってきていただいたんですけど、もうなんか、すごい、なんていうのかな。変形してますね。そうですね。もう何回も触ってバッグの中に突っ込んだりしてたので、もう色もなんか変わっちゃったりしてました。あ、色も変わって、もうなんか赤でなくなってますもんね。もう、見てください、これ。膨らんでますね。そうですね。いろいろレジュメとかも結構ここに挟んだりしてたので、はい。ちょっと中身もね、確認していきましょうか。もうなんかいろいろ塗ったりしてますね。個人的にはもうこの青色はあんまり意味なかったと思ってるんですけど。はいはい。なんか、勉強流れで塗ってしまったので。まあそうですね。まあ最初はね、いろいろ塗って。で、その後、この星印とかはこれ。星印は直前期に自分が覚えづらいと思ったところですか。うん、まあ、試験に出るかなと思ったら大事なところを星マークつけて、うん、後からはもう結構そこを中心的に回したって感じです。これ本当にこう、使い込んでる感じですね。いろいろ書き込んだのが貼ってありますね。まとめた図表とかですね。ブレイクスルーとか、先生の講義レジュメとかを、うん、コピー機が自分なかったので、うん、手、わざわざ手書きして、こっち貼っつけてって感じでやってました。なるほど。青色以外の色はなんか、そうですね。例えば、この場合だと、取締役会設置会社は黄色、うん、で、取締役会非設置会社は橙とか、そういう場合分けしながらやってました。あ、なるほど。色で、こうイメージをつける感じですかね。そうですね。色でイメージ、色分けしてイメージする感じでした、ね、うん。はい。で、ひな型集もこれ使ってくれてたわけですね。こちらも何回も繰り返してひな型を覚えた感じですか？そうですね。基本的に記述はひな型メインでずっとやってましたね。うん、はい。商業登記のひな型もありますね。適宜対策としてこちらもひな型やったということですね。はい。はい、で、こういうチャートなんかもつけて。は
はい、そうですね。森山先生の合格者がこういうやり方をしていたので、自分もそれ真似て、同じチャートを作ってみたりしてました。あ、それいいですね。私よくこう合格者の助けって話をするんですけど、その動画を見てやっぱり、あ、なろうとか、真似しようって見てくれて、で、そうやって真似してくれて、で、今回ね、Kさんの対談もまた見てくれて、大学生で受かろうとか、真似して受かろうって方も出てくるんじゃないかなというふうに思いますね。で、こんな感じで携帯証書書を使っていた感じですが、で、それで、直前期まで講義を聞いて携帯をやるっていう形の繰り返しですかね。そうですね。基本的に、携帯証書書メインでずっとやりながらって感じでしたね。うん、まあ、大学の生活もあって、バイトもあって、で、それで結構集中力って続きました？そうですね。自分はやっぱり集中力結構取り入れてしまうことがあったので、うん、まあそういう時は無理に勉強続けようとはせずに、うん、まあアニメとかドラマとかそういうの見て息抜きしてやってました。あ、そうなんです。何のアニメ見てました？自分はそうですね、ドラゴンボールとか見てましたね。ああ、ドラゴンボールの何編ですか？僕はフリーザ編が結構好きだったので、はい、そこら辺見て。面白いですよね。面白いですね。はい。ありがとうございます。それは、勉強してみる、見ながら勉強する。勉強しないときに見るっていうのもあったんですけど、うん、最終的にはもう自分はそれをずっとドラゴンボールをずっと流しながら勉強するっていう、ながらで勉強してました。もうなんか、BGM みたいな感じになってたってことですね。そっちの方が集中できたので、自分はそういうやり方してましたね。あ、それも一つありですよね。多分、まあ、孤独の中で多分勉強して通信でね、大学にも行かない日は家でやってたとかでしょうから、やっぱりこう、音が鳴るっていうのはいいかもしれないですね。はい。それも一つですね。で、直前期。これは、ちょっと聞いていきたいんですけれども、まあ、直前期何やってました？そうですね。直前期は基本的に、うん、僕は直前の講座で、海野先生の直前卓越絞り込み講座を受講してましたので、うん、その過去問を基本的に回すのをメインと、あと、携帯小書紙を、過去の過去問でやった箇所を回すっていうのをメインでやってました。なるほど。こちらが、その、海野先生の直前卓越の資料ですね。そうですね。まあ、携帯小書紙をやって、で、過去問もね、全部やってる時間がやっぱりないでしょうから、この絞り込み講座の方で、セレクトされた過去問を何回ぐらいやったって感じですか？そうですね。特卓の過去問は合計3回をやりました。うん、はい。で、それを、こういう資料を使って、こうやってやってた感じですね。だって、宇野先生から指定されたやり方でずっとやってた感じです。はい。で、この直卓を使って、携帯をやって、それをも繰り返し、もうずっと永遠に繰り返してました。はい。携帯証書紙はどれぐらい繰り返しました？直前期は。直前期はもう数えてはないんですけど、うん、まあ、5月ぐらい入ってからは1週間で1回ペースで全科目やってたので。あ、1週間で6冊。1週間で6冊です。やっぱり合格者の方は直前期にどんだけそれを繰り返したかって勝負だと思うので、本当にそれよくやったかなって感じがしますね。はい。当連とか模試は受講してました？はい、受講してました。どんな感じでした？成績とかは。そうですね。自分、当連は一番初めの模試で35点中33点で、うん、まあ A 判定出て、うん、まあ、かなりいい判定だったんですけど、当、うん、連は基本的にそういう卓越は結構出来が良かったんですけど、技、うん、術の方が本当に全然ダメで、うん、もう最後までずっと枠ずれしっぱなしで、技、うん、術がずっと苦手意識がありましたね。諦めたくなったりしたことありました？そうですね。もう枠ずれ頻発した時は、もうやめたくなりましたね。うん、ああ、それってどうやって乗り越えました？そうですね。記述は最後まで、うん、最後になってから実力がつけられるっていうのを話をずっと聞いてましたので、うん、まあ、最後に枠ずれしなくなるだろうっていう思い込んでずっとやってました。ああ、それ言っててよかったですね。私もよく言うんですけどね、やっぱり1年目の方って成績としては全然こう、表面には出てこないけれども中で力ついてるので、特に記述に関しては1個枠ずれするともう大減点ですから、なかなか多分成績には出なかったのかなと思いますけれども、その中でちゃんと諦めず力をつけていったって形ですね。はい。で、超直前期、それで、まあやっぱり携帯証書紙を最後の2週間とかもやってた感じですか？そうですね。最後の2週間、携帯証書紙1週間1回でやってて、うん、一番最後の1週間は、その自分は年度別の過去問を、うん、平成30年からやってたんですけど、うん、それと同時に携帯証書紙は、まあ、さっき言った星印でつけたところをメインで、うん、1週間で合計2回は全科目やりましたね。うん、あ、もう超直前期のために星印つけてたって意味もある、ね、そういう感じでありますね。はい。試験当日はどうでした？うまくいきました？そうですね。自分、卓越はかなり自信があったので、うん、まあ、どっちも30、できれば32ぐらい取るつもりでやってて、うん、まあ、結果的に卓越はどっちとも32だったんですけど。午前32、午後32問ですね。卓越は、携帯収集しっかりもう繰り返したから暗記できていて、結構成績は取れたってことですね。そうですね。もう基本的に最後の方になったら、新しい、本当に細かい知識ぐらいしかわからないところなかったので、うん、まあ、卓越は絶対大丈夫だろうっていう自信はありました、ね。はい。
やっぱりね、携帯少々繰り返すっていうことが卓越の近道かなと思いますね。やっぱり繰り返せないと覚えられませんからね。で、午後の部の卓越は何分ぐらいで乗り切りました？自分は、模試ではだいたい40分ぐらいで解くのを意識してましたので、早い時だと35分くらいで終わった時もありました。時間早いですね。これ午後の部の本試験の問題ですけれども、もう、あれですね、こういう読んでない選択肢も多分見るとありますけれども、もう答えが分かったらパッパパッパといく感じですかね。そうですね。自分はあから読んでって、もう分かった問題あったら、丸かバツつけて、次行って次行ってって感じで、もう分からない問題とかあったら、もうそこ読まずに、次次って感じでやりました。やっぱり卓越で時間を縮めることが重要です。30何分ぐらいで。そうですね。本試験は38分で終わりましたね。ああ。で、それは記述に時間残すためですね。そうですね。記述が自分やっぱ苦手だったので、じっくり使いたいっていうのがあったので、卓越はもう早めに終わらせて、記述にあと時間残すってことをやってました。あ、その自己分析ですね。やっぱり自分が苦手なところだから時間を残そうって、時間配分を自分なりに考えてってことですね。はい。記述はうまくいきました、当日。そうですね。記述自分、不動産登記は、産卵で、債務引き券、抵当権の債務引き券とかで枠ずれしまったので、うん、本試験終わった後は、その枠ずれが気になって仕方なくて、うん、まあ、記述の足切りに合うかなっていう心配はあったんですけど、うん、まあ、結果的に今年は、あんまり悪い点数じゃなかったので。いや、いい成績ですね。全体の順位ももう2桁の合格ですよね、これね、総合順位が。すごいですね。記述も、もう、全然余裕ですね。ですね、自分。46.5 取れてますよね。本当に足切りだけが心配だったので、うん、まあ 21.5 もあって、本当に良かったと思います。良かったです。もう成績すごいですね。一発合格、在学中で成績も上位で。はい、ありがとうございます。で、まあ大学3年生で受かったわけですが、ちょっとね、最後に、これからね、合格目指す方に、ぜひメッセージをお願いします。はい。そうですね、基本的にはまず、森山先生の言ったこと、先生の言ったことをしっかり守って、それ以外はやらないっていうことを徹底するのと、あとは暗記作業から絶対逃げずに最後までやりきるっていうのが大切だと思います。しっかり暗記するってことですね。はい、ありがとうございました。で、皆さんぜひ参考にして、合格を、ね、目指していただければと思います。Kさんもありがとうございました。はい、ありがとうございました。